本日の人脈開拓宣言チャンネルは、新企画です。いや、まあ、ゆるくね、旅とね、あと全国の面白い方とね、インタビューっていうので、生き様っていうのを、ね、撮ってきたチャンネルですけども、はい、全国のね、猛者たちがね、困ってることがあるということで、あ、若者たちとどう喋っていいかわからない。はい。若者と、若者何考えてるのかわからない、うんうんうん。それを知りたいという声が多かったので、うん、じゃあもう、座談会という形で、はい、全国でやっちゃおうと。なるほど。はい。なのでまあ、二十歳前後ぐらいのね、はい、生きのいい、ね、若者をね、こう、つまんできてですね。はい。はい。で、ざっくばらんに喋ってもらおうという企画であります。おー、はい、素敵ですね。というので、今日がね、はい、記念すべき第1回です。はい。皆さん、ゆるくいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、3つのね、お題を出します。で、まだ言ってません、うん、それに対して、自分はこうだ、どう、なぜそう思うかっていうのを引き出して、それをね、まあ、なんか楽しんでもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあ自己紹介からいきますか。はい、はい、じゃあ僕から、そうっすね、あ、僕から自己紹介もう何度も動画でね、プレイをやってるからね、まさかありますけれど、はい、普段水車東京という下北の古着屋で店長してるトールです。今回は、皆さんのメイン MC をさせてもらおうかなということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。手前から、はい、西山武19歳です。DJ をやってます。お願いします。三住流星です。19歳です。よろしくお願いします。お願いします。20歳です。お願いします。お願いします。皆さん若干緊張気味ですかね。そうですね。いや、こんな尖ってるのに、ね、緊張してるんですよ。こういうことですよ。ね、じゃあ、もういっちゃいましょうかね。はい、一つ目のお題、人とお金どっちが大事ですか。わかりました。どうですか、誰か最初に。こういうのね、一番最初に言った方が結構強いですよ。そう。一番最後言いづらいじゃないですか。うん。人っすかね。あ、お、流星君。人。流星君。人だと思う。人だと思いますか。はい。じゃあちょっと理由はございますか。はい。人と繋がっていけば。はい。なんとか生活できるじゃないですか。うん。お金も、まあ作れるし。はい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 。で、自分は考えてるし。結構。お金がなくても繋がりがあれば、そうですね。金銭面でもしかしたら助けてもらえたりとか、かもしれないし、まあ、なんならちょっと済ましてもらったりとかね、仕事も紹介してもらえたり、はいはいはい、確かに確かに、いや、いい答えを持ってきたね。かわいい答えですね。ピンクの髪してるやつ。確かに。いや、自分順序がある。お、お、お、なんか人の次にお金みたいなことを思ってて、はい。人間って結構群れで生きる生き物じゃないですか。はい。なんで、まあ、なんか人と人とのコミュニケーションとかが生きていく上で結構重要になってきて、人脈をなんか増やそうとしてる人と増やさない人だと、増やそうとしてる人の方がそのコミュニケーション能力も高くなってって、でもより情報とか得やすくなるし、なんかお金の使い方が結構絞れるのかな、うん、人脈もあって情報もあれば面白いこともたくさんできるなみたいな、うん、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。結構グッドボタンもしたいっすね。これにした。僕も近いというか順番があるなっていうのをちょっと思ったところがあったんで、なんか似てる意見だなと思って、個人的に、はい、ちょっと答えづらいかもしれないんですけど、続いてはるかちゃん。めっちゃそれそうだなって決められなくて、さっきからどっちも大切じゃないですか。はい、そうですね、人の方が優先で、うんうん、自分のもしやりたいことやりたいってなった時、人脈が絶対必要ですし、うん、やりたいことやってお金稼ぎたいって思ってるから、うんう
まあ、なんだろう、まあ、人の方が優先なのかな、それやりつつお金も、まあ、自分で頑張って稼いでいくのかな、お金持ってない人が集まったらどう？お金持ってない人が集まったら、その人同士で何かしてお金を生めばいいかなって思ってます。なんか死ぬことはないかなって、お金なくてもちゃんとしてるちゃんとしてるんですよ、ちゃんとしてる、はいはい、いや、ちゃんとしてますよいや、見かけで判断しちゃダメこれめちゃくちゃここをだから大人はレッテル貼ってると思うよ。そんなこと分かってねえだろうって思って見てると思う、はいはい、今の若い奴らはこうだろうっていう偏見ですよね、うん、ちなみになんですけど、皆さんどういうふうにつながるんですか？その人脈絞られてると思うんですけど、普段の遊びが例えば DJ だったりとか含みに行ったりとか、うん、でも自分の好きな場所に行くんで、そこで勝手に広がっていくみたいな感じです、うん、店員さんと仲良くなったり、うんうんうん、クラブ行っていろんな音楽やってる人と仲良くなったり、うんうんうん、仲良くするために戦略的に何かしてるんだ？自分は特になくて、知人の知人でそれを介して仲良くなったり、はいはいはい、話しかけられたりとか。その容姿は戦略ではない？戦略ではないですね好きだから好きだからやってます。でもなんか服から入ってくれる人もいて、インスタとかその会った時におしゃれだなとか言って声かけてもらって広がることもあって、うんうんうん、でもなんか自分それ合わせてるとかじゃなくて、自分の好きな服装着ていたらいいって言ってもらえて、そこから広がるみたいなことが多くて、はいはい、服装とかも結構大事かな。皆さんこう好きでおしゃれしていて、で意識しないだけでなんかそのファッションのおかげでつながりが増えてるのも事実だったりはしますもんね。狙っていなかったとしても、ゆうせい君とかはどうですか？ちょっと笑うんだよ。くれたらちょっと笑うんだよ。つながりの 面で。自分は、はい、まあ、チカラさんによく展示会とか連れて行ってもらうんですけど。あ、そうなんですね。そこで、うん、話しかけたり、かけられたりして、はい、で、このなんか、撮影とかのオファーが来るようになります。はい、すごい。そこで交換した人から。はいはい、大事ですね。こう川内さん、僕らからしてもね、ファッション業界で成功されてる方で、ボスですよね。だから実際のビビっちゃうのもあると思うんですよ、若い人としたら。はい、でもそこをやっぱ乗り越えて、こう、うん、まあ一応成功していく人と近くなれる、まあ、こういう機会があった時にチャンスじゃないですか、僕らからしたら。でも物にしちゃうのものじゃないですか。今回こうゲスト呼ばれるぐらいなんで。展示会でもね、割と仕事しちゃうからほったらかし。あもうよくあるんですよ。はいはいはい。デバリ強い。ああ、素晴らしい。俺感動した。一つ目の質問どうですか？うん。なんかね、こういうこと考えてますよ。うん。だからその順序とかの話でちょっと締めようかなと思ったんですけど、はい、全員分かってるから、うん、必要ねえわと思って、大人の方が割とお金って言ってるかもしれない。一周回ってね。これでも多分教育だと思う。うん、金ないと人来ねえとか、はい、人なんて逃げるから金つろうみたいなのが大人にはあったかもしれない。はいはいはい、ああ、講座が見てくださってる方ってどういう意見か、そうですね、コメントとかで書いてくれたら嬉しいですね。一人ね、バイト探してるから。あ、ぜひ。やらなくてもいいからね、フリーランス契約するっていうね。で、編集もそうなんで。ね、方法もありますから、うん、はい、いやこれでダメだね、うちも締めらんねえわ、もうできてるから結構予想外でしょ、そうそうそう、あー、うん、どうですか。で、2問目はね、ちょっとライトなやつおいきます、はい、これはね、あのね、洋服屋のオーナーさんとかね、ブランドの方とかね、みんなね、あの気にしてることです。お、気になりますね。そう、これこう皆さんの要望から、ね、出たあれなんですけど、はい、SNS 何使ってますか？おお、皆さん、やってないですね、じゃあ。中学に、そうっす。あ、もう、今年のカルチャーなの。マジで？そうなんですよ。いや、もう YouTube もそうです。スマホとは言う。はい、スマホで。ここで見れるから。そうっす。この気軽さに勝てないんですよね、やっぱりね。でも、最後の質問。これまたね、ちょっとヘビー級落としますいいですか？いいですか？日本、好きですか？嫌いですか？うーん。シンプル。であり、はい、なんだか深い。